ビジネスに役立つものの概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の神田直樹です。本日はフィリップ・コトラーさん、ゲイリー・アームストロングさん、恩蔵直人さんの書かれましたマーケティング原理についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、新しいマーケティングの動きを理解したいと思って読んでいました。約10分にまとめていますので、よろしくお願いします。5ページ。マーケティングとは何か。マーケティングをごくシンプルに説明するならば、収益性の高い顧客リレーションシップを構築することある。その目標は2つあり、優れた価値を約束して新規顧客を開拓することと、満足感を与えて既存顧客を維持拡大すること。声優の親会社であるアメリカのウォールマートが世界最大手の小売業者にまで成長できたのは、節約してより豊かな生活を約束を顧客との間で守ったからだ。また、任天堂がゲーム市場で成功できたのは、私たち Wii と遊んでくださいというフレーズを Wii 端末の普及、そして新たな顧客にも訴えるゲームソフトやアクセサリーで絶えず顧客満足を維持してきたからである。6ページ。マーケティングの5ステップは、マーケティングがたどるステップを単純化したものである。企業は最初の4つのステップで顧客を理解し、顧客のための価値を創造し、顧客と強固な関係を構築しようと努める。そして最後の5番目のステップで、顧客が求める価値を提供したことに対する対価を得る。企業は見返りとして売上やロイヤリティといった価値を獲得するわけである。ステップ1、顧客ニーズの理解。ステップ2、顧客主導型のマーケティング戦略の設計。ステップ3、マーケティング計画の設計。ステップ4、顧客リレーションシップの構築。ステップ5、顧客からの価値の獲得。33ページ。全社的なマーケティング戦略の策定。全社レベルの戦略を策定する際には、まず企業全体としてのミッションを定義しなくてはならない。次に、そのミッションを達成するために目的と目標を設定する。そして、自社にはどのような事業及び製品ポートフォリオが最適か、おのおのにどの程度の力を入れるべきかについて、企業の本部が決定を下す。その上で、全社の目標を達成するための戦略を今度はマーケティングなどの部門ごとに策定する。こうして事業単位、製品、市場レベルごとのマーケティング戦略が完成する。企業ミッションの定義。企業の目的と目標の設定。事業ポートフォリオの設計。マーケティング戦略などの機能戦略の策定。70ページ。マーケティング戦略への3つのアプローチ。いかなる企業にも当てはまる最善の戦略など存在しない。各企業は業界内でのポジショニング、目的、経営資源などに基づいて最も有力な戦略を求められる必要がある。同一企業内にあってさえ、製品ごとに違う戦略が求められる場合もある。顔は消費財市場を対象としたビューティーケア事業における、ビオレ、アジエンス、ヒューマンヘルスケア事業における、ヘルシア、メリーズ、パブリック&ホームケア事業における、アタック、トイレクリックルといった有力ブランドと、生産財市場を対象としたケミカル事業における、海面活性剤、コンクリート用高性能水域水剤、インクジェットプリンター、インク溶接剤において異なる戦略を用いている。戦略の設計プロセスも企業によって異な
大企業の多くは、正式な競争的マーケティング戦略を策定し、それを忠実に実行する。一方、それでも、正式でも、平然としたものでもない戦略を取る企業もある。実際のところ、マーケティングの戦略は、実行多くの場合、企業家マーケティング、定式的マーケティング、社内企業家マーケティングという3段階のアプローチを経る。個人の自覚を、体格を信じて起業した企業の大半は、最初に企業家マーケティングの段階を経験する。起業家の間にアイデアが浮かべば、それが新製品になり、製品の名前やキャッチフレーズが、起業家が自分で作り上げる。成功を収めた小規模企業は、定式的マーケティングへの段階へ移行する。マーケティング戦略を設定し、それに沿って活動する。成長した企業は、製品開発、PR、流通戦略に関して、より正式な取り組みを行うようになる。顧客に達するための活動においても、情報満載のウェブサイト、Facebook、製品の最新情報やクーポン、イベント紹介などを掲載する。多くの企業は、定式的マーケティングにとらわれている。市場シェアの数字に夢中になり、市場調査の結果に目を通し、戦略を調整しようとする。創設当時に、独創的に熱意を失っている場合もあるため、当初の成功をもたらした起業家精神と、行動を社内に確立し直す必要がある。イニシアチブや社内起業家精神を局所レベルで推奨し、マーケティング戦略の刷新を試みるといいだろう。いわば、社内起業家マーケティングの段階である。ブランドマネージャーや製品マネージャーは、オフィスから出て顧客の声を聞き、顧客の生活に価値を付加する新たな独創的方法を考案しなければならない。基本的な競争戦略。第1はコストリーダーシップ戦略。次に差別化戦略。第3は集中戦略である。95ページ。市場マーケティング戦略。セグメントを評価したら、次はどのセグメントを標的にすべきかを決めなくてはならない。企業がターゲットと定めたニーズや特性を持つ購買者がいるところがターゲット市場となる。市場のターゲティングには様々なレベルがある。市場ターゲティング戦略。無差別マス性マーケティング。差別型セグメントマーケティング。集中型ニッチマーケティング。マイクロ、地域あるいは個人マーケティング。極めて広く無差別マーケティング、あるいは極めて狭くマイクロマーケティング、もしくはその中間で差別型マーケティングや集中型マーケティングを設定することができる。無差別型マーケティング、あるいはマスマーケティングとは、市場セグメントの間の違いを無視し、単一製品やサービスで市場全体に対応しようとする考え方である。この戦略においては、顧客のニーズにどのような相違があるかではなく、何が共通しているかに主眼が置かれる。製品やマーケティングプログラムは、最大多数の購買者に訴えかけるよう設計される。無差別型マーケティングを実施しているのは、コカ・コーラなどの一部の企業である。119ページ。マーケティングリサーチの手順。問題点と調査目的の明確化。2、調査計画の策定。3、調査計画の実行、データの収集分析。4、調査結果の解釈と報告。253ページ。主要な価格設定戦略。企業が設定する価格というのは、需要を生み出すには高すぎる値と、利益を生み出すには低すぎる値の間に落ち着く。価格設定において留意すべき主な項目をまとめてみた。顧客が製品をどのくらいの価値だと知覚するかが価格の上限値となる。製品の価値よりも価
価格が高いと知覚すれば、顧客はその製品を購入しない。一方、製品のコストが価格の下限値となる。製品のコストよりも低く価格を設定してしまうと、企業は利益を得ることができない。この2点の中間に価格を設定するわけだが、その際、競合他社の戦略と価格、自社のマーケティング戦略とマーケティングミックス市場の特性といった内部要因及び外部要因を考慮しなくてもならない。これ以外にも、新しいマーケティングの動きが具体的に紹介されておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。